とにかく皆さん、今夜はもう失礼しますね。ちょっと、もう行っちゃうの？ありがとう。ではまた、桜ゲームズ。またねー。親父さんにぶっ殺されないか。たのは確かだ。ちょっとパパと一緒にランチはしたでしょ。それじゃあ熱々のお二人さんは行ってよし。映画を見逃しては困るでしょ。うん、じゃあまたね、プレイヤー。またね、桜ゲームズ。またのご来店をお待ちしています。常連さんたちのことでいくつか変化があった。聞かせて聞かせて。さてどれから話そうか。誰でしょう、不審キャラ。いらっしゃいませ。どうも桜ゲームズ。誰でしょう。どうもこんばんは。以前にお会いしましたっけ。今日が初めてだと思いますが。もちろん、私は前にもこの公園来た。どれですか。というかここで働いてた。皆さんこんにちは、さくらゲームズです。今日はコーヒートーク最終章をやっていきます。早速プレイしていきましょう。2週間後、これは終わった後かな。すごい大雨降ってますね。じゃあプレイしていきましょう。いろいろな出来事が起こった週末から2週間後、クーチェラがシアトルの巨大観光資源であると証明。クーチェラは音楽フェス、何かいろいろ上がったみたいですね。景気を左右するというか、景気を上げたのかな。モリス氏の発言は全て嘘と多くの女性たちが主張。モリスはちょっとね、問題のあるマネージャーでした。クーチェラで、読めないな。方針蔓延の恐れあり。3人いきなり来てる。2週間後どうなってる。やっほい、フレイヤ、やっと来たか。どうもみんな。いや、よう。どうもフレイヤ。ふむ、今夜はとびっきりのハッピーな方がいるね。当然。もしや君の本が承認されたの。それは良かったです。おめでとう。本当にもう私がどれくらい嬉しいか分かる。表情から察するに超嬉しい、天にも昇る気持ちの間くらいだ。間があるんですか。その通り。本当、うわ。で、原稿の反応は。正直いまいちだった。いまいちなんですかい。後味の悪い物語ね。そう言われたけど、もう今はもう気にしていない。本が出版されさえすれば私は満足だし、とにかくこの本に何が起きようと今はもう焦らなくていい。本を書き上げるまでに1年間の猶予をもらえたから。進捗会議を毎月開くんだって。プロっぽいな。当然でしょ、国内最大級の出版社なんだし。さあ、私の話はこの辺にして、お店の方はどう？いい感じだ。最近新しいお客さんがどんどん増えてる。もちろん常連さんも来てくれる。ハイドが韓国へ出張から戻ったとか。ああ、吸血鬼ですね。韓国に出張していた。そうだ、お土産もたくさん持ってきてくれた。私には何もないの？どうだろう。ただこう言っていた。お土産はいつも手渡しするって。それ、そういうとこは昔かたぎなんだ。女の子たちはどう？とってもいい感じです。最後に会ったのは休暇の前だっけ。ああ、週末にどっか出かけて休暇を取ってきたという。はい、クーチェラへ行きました。音楽フェス行ってきた。うわー、ひでえイベントだったぜ。ですね、3時間もいれば十分って感じで、飽きてしまった。それからどこへ行ったの？結局ポートタウンゼントへ。どこですか、タウンゼント。どうだった？よかったぜ。歴史巡りがこんなに楽しいなんてよ。歴史巡りしてきた。そうだ、あなたの新しいプロフィール写真を見たよ。アクア、2人ともすごく可愛い。やべえぜ。ふふふ、ありがとう。休暇中に撮ったの？いいえ、マックスの最中に。日本のプリクラボックスがあって。おー、日本のプリクラボックス。はい、プリントシール機だから無理やり一緒に撮りました。あなたもマックスへ？マートル？ああ、ブースをちょいと手伝った。助かりました。何でもかんでも礼を言うのはやめろ。ところでさ、ニールから連絡はあった？ニールは誰でしたっけ？いいえ、ないな。店に2枚絵はがきが届いている。マジで？ああ、1枚はクーチェラから。クーチェラは音楽フェス。そんなに離れてないのに。なんでまた絵はがき？計り知れない人だからね。もう一枚は？ニューヨークからだ。あー、宇宙人かな？あの宇宙人。はいはい。え？ニューヨークで何やってんの？僕にもさっぱりだ。おそらく任務だろう。まあ、そっか。ニューヨークの方がチャンス多そうだし。とにかく皆さん、今
今夜はもう失礼しますね。ちょっと、もう行っちゃうの？あなたがいらっしゃる前から長居してましたし、それに明日は仕事があって、ま、仕方ないか。じゃあ気をつけてね。調節頑張りな。ありがとう。ではまた、桜ゲームズ。またね。2名様ご帰宅です。ありがとうございました。さて、あの2人、最初に会った頃より幸せそう。すごくお似合い。一緒に行って心が安らぐ相手を見つけるのは楽じゃない。しかもあれだけ短期間にね。そうね。とにかく。ああ、これは、エルフ。仕方をしてると思ったらごめん、ベイリース。いいって。そんなこと思ってないしさ。今夜は一人なの？いや、ルアを待ってる。仕事があるらしくって。こんなに遅くに？ああ。ここ数日ずっと残業続きみたいでさ。で、二人はどうなの？いい感じだよ。というか、10年付き合ってついに、来月から一緒に住むことになって。おー、進展してる。わあ、やったじゃん。けど、ルアはルームメイトと暮らしてたじゃん。新しいアパート引っ越すんだ。彼女最近昇進してさ、会社のアパートに住めるんだって。うわぁ、ルアって社内に頼りにされてんのね。ま、僕よりはずっと稼ぎがいいしさ。みんなわかってるけど、ベイリース。あはは、だって、君だってフリーランスのくせによく言うよ。あ、ルアだ。1名様ご来店。いらっしゃいませ。ベイリース、超ごめん。こんなに長くかかると思わなくて。もっと早く終わるかなって。ルア。いいって。フレイヤと桜ゲームズが話に付き合ってくれたし。そうか、こんばんは、フレイヤ。それと桜ゲームズ、こんばんは。いきなり飛び込んできてごめんなさい。調子はどう？結構いい感じかな。けど、熱々の二人には負けちゃうな。もう話したの？引っ越しのとこだけ。ふふふ、そうなの？来月から一緒に住むことになって。場所は？この近く。その会社が住まいを提供してくれて、その方が私の通勤費を削れるからって。ああ、経費削減ですか。社員思いのいい会社じゃん。残業した時のタクシー代を払わなくて済むってことよ。ああ、ま、それも、そっか。それと、今後はこの店をちょくちょく訪れるってこと。常連さんになりそうです。それって言えてる。この店にはほんとお世話になりっぱなし。礼には及ばないさ。二人に問題、質問があって。どうぞ。最後に会った時、ベイリースの両親に紹介にするって言ってたじゃん。どうなった？あは、親父さんにぶっ殺されないか、言ったのは確かだ。ちょっとパパと一緒にランチはしたでしょ？それってめったにないことだし。わかってるよ。ま、少なくともダメとは言われなかった。それっていろんな意味に取れそうだけど。いいスタートは切れたかな。うん、悪くなかった。とにかくベイリース、そろそろ行かないと。最初の方を見逃しちゃうよ。どこか行くの？フルメタルコンフリクトの深夜試写会を見に行くの。あなたがフルコンのファンなんて意外ね、ルア。私は違うけど、こっちの人がね。おいおい、いつも僕が遊んでるのを喜んで眺めてるじゃんか。あなたを見て喜んでるの、ゲームじゃなくて。あなたはマートルに紹介できなくて残念ね、ベイリース。あのゲームの開発者さんなの。マジかい。まあ、この店にはしょっちゅう来ることになるだろうし、近いうちにまた会えるかな。うん、きっとそう。それじゃあ、熱々のお二人さんは行ってよし。映画を見逃しては困るでしょ。うん、じゃあまたね、プレイヤー。またね、桜ゲームズ。またのご来店をお待ちしています。映画を楽しんで。2名様お帰りです。ありがとうございました。行っちゃった。二人とも幸せそう。それでも二人の前には、長くて険しい道が残っている。けど、しっかり前へ進んでる。そうだ。彼らの話はどう書くんだい？そのままかな。エルフとサキュバスの恋ですかね。今でも十分美しいし、ドラマもたっぷり。ふむ、そういう解釈もあるか。とにかく、その目は何だい？このカフェの他の友達のことをまだ聞いてなかった。みんな元気なの？たったの10日間店に来なかっただけで劇的なドラマが起こるとでも。ちょっとみんな私の本の大切な一部なんだし。ま、常連さんたちのことでいくつか変化があった。聞かせて聞かせて。さて、どれから話そうか。どうなってる？これで終わり？エンディング。レアは近くに住むようになって
頻繁に店を訪れている。お。最後に店を訪れた時は、ベイリースとケータリングや会場の話をしていた。お。それで終わり？ハイデは土産をいくつか抱えて韓国への出張から戻ってきた。うん。しばらく街で過ごしてからロスへ帰るそうだ。よかったですね。仲良し二人。これはニューゲーム。アクアは大学での研究を続けている。うん。ゲームの試写会。現在はインディーゲームの制作に取り組んでいるパートナーと共に、おぉ、二人組んでます。ニールは、宇宙に行った？どうなった？ニール。店に届いた2枚の絵はがきを覗けば、どこで何してるのか不明だ。宇宙へ帰ったのか。これは歌を歌ってる。レイチェルは初のソロアルバムを準備のためスタジオへ戻った。マネージャーを失ったが、今は別の事務所で別のレーベルと仕事をしている。おぉ、新しいレーベルに移ったんですか。これは、そして最後にフレイヤーは書き上げた本が出版され、サイン会を行った。残念ながら本はあまり売れなかった。今はフリーの作家として働き、相変わらず店に出入りしている。コーヒートーク、クリアしました。いやー、いろいろな人生を見れましたね。コーヒーから、コーヒーにまつわる。そこから、いろいろな人生が見ることができた。お、まだ続く？エンディング後、誰でしょう？新キャラ。いらっしゃいませ。どうも、桜ゲームズ。誰でしょう？どうも、こんばんは。以前にお会いしましたっけ？今日が初めてだと思いますが、もちろん、私は前にもこの公園へ来た。どれですか？というか、ここで働いてた。え？また。ということは、あの宇宙人。まさか、本当に君かい？しばらくぶりだ。変わったなぁ、まるで別人だよ。あれ以来、地球人との暮らしについて多く学んだ。なら、任務は成功だった。大成功だ。で、なぜ今はその姿に？溶け込むためだ。地球の移民捜査官が私を追ってるようでね。言われてみれば、君が、誰かが君を探しに店に来たっけ？いつ頃だい？君が二度目に店を訪れた後だ。スーツ姿の坊主の男か。ああ。そいつは、フィア捜査官だ。知ってるのかい？ああ。幸い、当時のとは姿を変えている。ところで、私の前では演技しなくていい。なら、ついに気づいたのかい？我が種族からそういった力が生じるとはね。ただ君は演技が上手い。練習の賜物だよ。ということは、この主人公バリスタも宇宙人だったっていうこと？けどいくつかの時系列では、特定のことを知らない。ふりをするのを忘れてしまってね。ほう、それは興味深い。そうした失敗について聞かせてくれるか。まあ何度かあって、一度目はフレイヤーに計画を聞いたとき、次にレイチェルが初めて店を訪れたとき、最後は君が二度目の店を訪れたときだ。ほう？おっと、もう一度あった。フレイヤーが原稿の承認をもらったすぐ後に。見せてくれるか。我が人のコミュニケーション法はご存知のはずだぞ。初めて試すけどやってみよう。メインのストーリーを最後まで読みました。しかし全てを目撃したわけではありません。え？そうなんですか。まだ続くんですか。エクストラ？これで終わり？これって真のエンディング？まあ一応クリアしました。コーヒートーク、いろいろな人生を見られて、バリスタが夜に開いてるコーヒー屋さんで繰り広げられました。しかもこれはまだ続くのかな。エクストラ、まあ次回やっていきましょう。あったら。それでは次の動画でお会いしましょう。